あ、神様、ウィーネは…しあ、ウィーネ、寝ちゃいましたか。うん、はしゃぎ疲れたんだろうね。ウィーネ君と仲良くなりたくてもバイトでなかなか時間が取れなかったから、さっきまでずっと一緒に遊んでたんだ。でもウィーネはこんな無防備に寝てます。もうすっかり仲良しですね。ああ、僕のあらゆる仲良し殺法を使ったからね。女神の名にかけて春姫君には負けてられないよ。春姫さんと張り合ってジャガマル君で餌付けしていたような。すいません、手を焼かせてしまって。なーに、構わないさ。僕もこの子と触れ合うことができて楽しい。お、ベル君、どうしたんだい。神様、ごめんなさい。勝手にウィーネを連れてきて、ファミリアにも、迷惑を。ベル君。それ以上は、言ったらダメだぜ。ウィーネ君を助けたことを、君は後悔していないんだろ？あ、それは、ただ団長としてファミリアの一員として申し訳なく思ってる。そんなところだろ。僕にはお見通しだぜ。自分を責めないでいい。一人の女の子を助けたんだから胸を張っていればいいのさ。ただでさえ君は自罰的すぎるんだから。神様、僕はかまどの女神だぜ。人だろうと動物だろうと、モンスターだって、その子が寄る辺のない迷子だったなら、手を差し伸べるよ。それに僕も、この子を愛してあげたい。あ、起こしちゃったかな。おはよう、ウィーネ。パパ、ママ。パパ！これは、あれだ！ウィーネ君に僕とベル君のことをママとパパと呼びなさいと吹き込んだのが功を奏して。ウィーネに何を教えてるんですか！おかしいね、ベル君。もう、本当に、おかしいです。